それでは両チームのスターティングメンバーご紹介していきましょう。まずはホーム松本、前節から3人を入れ替えたスタートの11人です。ゴールキーパーは今日は囲い3バック、5試合ぶりの出場となります時田、中央に大野、右に野々村と若い3バック、アンカーには佐藤、左に富山、右に5試合ぶりの出場表原です。2列目に河合と前、そしてルカオが怪我明けで初出場初先発、鈴木と最前線に入ります。町田です。前節のスタートから2人変えてきています。ゴールキーパー福井、今日4バック左に吉尾と予想しています。中央高橋、そして古巣対戦水本がいて、右に三木、ボランチ佐野が怪我から復帰です。高江とダブルボランチと予想、左に平戸、右に初先発の土井です。前線長谷川、中島、控えの森下、酒井は古巣対戦です。様々な選択肢が考えられる距離、直接狙うにはね、若干こうゴールに近い気もしますけども、落ち切るかどうかですけど、吉尾だ、逆をついて先制、立ち上がり10分、先制は町田、吉尾の直接フリーキック、そしてゆりかごダンス、壁の富山選手は足が当たっているのかな、当たってますね。松本ディフェンダーに当たってコースが変わって、これは囲い選手もノーチャンスですよね。13分回ったところ、まあ、この辺りの戦術も面白いですよね。一つのところから散らばっていくという、遠いサイド中に入れて表原、表原今季初ゴール、久しぶりの先発起用に応えます。ここしかないというコースだと思うんですけど、つかさないようにしっかりと体をかむして面を作って、もうお手本のようなシュート、子供たちこれで、ね、よく見てほしいですね。ボレーシュートはこうやって打つんだよっていうお手本、体かむして、うん、サイドネットですよね、まあ、そういう選手がしっかりと結果を出すっていうことは、はい、今の松本には非常に必要なことですね。平戸から中島抜け出していく、ここは倒してイエローカード、レッドカード、レッドカード、一発退場、ここですよね。しっかりここで体も前に入ってますし、ただちょっとどうですかね、レッドカードっていうのはなかなか厳しい判定かなというふうには思います、うん、もう今ルカはワントップ気味なので、ここはもうルカを頑張るしかないかなというところです。大きなスペースができます。回していって中島、オフサイドはない、2点目、2対1、中島今シーズン5ゴール目、まあ、これは絶妙のタイミングでないですね、オフサイド。おそらくここから見てもこれヘディングも難しいですよね。後ろから来るボール、しっかりと面を作って空中でね、ちょっと溜めてキーパーが届かないサイドネットに、これはアドバンテージを見る太田、スピードがある太田、中に侵入していって、長谷川3点目、1対3、その3点目町田に入ります。68分、まあこれ交代がズバリ的中したシーン、しっかりとこの太田選手、スピードを生かしたドリブル突破、一回こう中に行くと見せかけて仕掛ける、そしてその隙に長谷川選手が入ってきて、しっかり面を作って当ててのゴールでしたよね。最終ライン、スピードのある横山がその様子を伺う、大野跳ね返してこのボール長谷川を収める、太田の前、太田持ち込んでシュート、4点目、太田の素晴らしいシュート、1対4、いやこれただ目が覚めるような素晴らしいゴールでしたね。しっかりとここで相手の前に入ってブロックをして、右足一閃、体重もしっかり乗せてね、
この距離からこのコースにこのスピードで素晴らしいゴールでしたね。これは大野がこの位置、低いボールできた。チョンテセボールを残す。岡田前に出られるか。チョンテセファー走っています。平戸だ、平戸5点目、5点目、1対5町田。まあ、ここももうカウンターですよね。同じような形が続いているんですけど、やはりこう最後のところの技術が高いですよね。このシュートもしっかりと腰をね振ってサイドネットですよね。ダイレクトで打つかなと思ったら一回溜めてね、相手寄せたところを逆サイド。さあ平戸、これが最後のプレーになってくるか。ここで長い笛、勝ったのは町田、3試合ぶりの勝利。一度は追いつかれましたが、一つ退場の後しっかりと得点を重ねて、その得点は5、勝ち切りました町田。